とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、ゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は11月20日、ゼルダの発売日となってます。0時からスタートして、今が11時半だね。まあ、12時間ぐらいでラスボスまで来れました。ちょっと王様ギリギリだな。まあ、リンクも結構ギリギリなんだけども、まあ、行きましょう。一回勝ちました。一回勝った。これ二回目です。まあ、行きましょう。ラスボスです。なんかあれだよね、ブレス・オブ・ザ・ワイルドとはちょっと形が違うガンね。あれはなんか雲みたいな感じだった。でも今回のこれは思いっきりのゴリマッチョの人間だね。でまあいつものごとく最初はダメージを与えることができないようになってる。でイベントが起きてからダメージがね入るようになるから。じゃあ王様大丈夫か、死なない、大丈夫ね。まあ、とにかく最初はイベントが起こるまでは余計に徹するのがいいね。あ、来た来た。行きましょう。この戦いに終止符を。こっからダメージがね入るようになるんだよね。で結構強い。基本避けてビタロックで止めてから攻撃を入れていくっていう感じが一番安全だね。基本はそれが一番いい。止めてしまって攻撃を入れていくっていうのが無難だね。まあまあどのボスにもこれは通用するんだけども、ガノンも同じくこの戦い方が無難です。全部ね、ジャストで、回避できるようになれば、全然いいと思うんだけどね、なかなか難しいのよ。まあまあ、今日発売だからね、まだ全然分かってないんで、お、嘘！お、びっくりした。
今チャンス取れたかと思ったけどね。よし、はい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 、多分やってるうちに結構慣れてくるとは思うけどね。ノーダメで倒せるぐらいにはなるちゃ思うけど、まだねちょっと難しい、うん、まあ、HP 見てもらえばわかるんだけど結構ギリギリだね、うん、このラストステージがかなりね戦闘が多いのよ。戦いがめちゃくちゃ多いし、もうガーディアンやら何やらがもうワンサか出てくるからめちゃくちゃやりにくい、うん、で難易度は俺ノーマルなのよ。ノーマルでやってるんだけども、これハードだったらきついな、多分ハード相当きつそう。でも多分マスターボードとかなんかあるでしょ。ないか、マスターはないか。よっしゃ、チャンス。まあとりあえずクリアして、まずはね武器を揃えたい、うん、まずは武器だよこの武器体験版のままの武器で来てるから相当辛いのね。体験版の経験値がアップするっていうやつをつけてきてる。とりあえずレベルをね上げないとどうしようもないんで、まずはレベル上げってことでそれを入れてるんだよね。今レベルが60ぐらいかな、60ぐらいだと思う。99までこれは上がるね、この感じだと。あぶねえ、もう仲間たちがもう HP 超ギリギリだもんね。大丈夫か本当に、特に王様インパもか、インパも結構ギリだね。あぶねえ、はい、もう戦い方はね基本これでいけるからまだ楽だよね。ダメージそんなに受けなくていいからね。今リレー中だった。危ない危ない危ない、リレー中はあまり、あ、ミスった、ビタロックじゃない、こっそり持っていかれるからね、食らうと。だから食らわないようにいこう。 OK、 これで半分だね。よいしょ、半分。やっぱりそこそこ硬い。はい、でステージが変わって、まあ、本気モードみたいな感じになるけど、特にね強さは変わんなかったかな。もうむしろなんか、あー、ミスった、仲間が増えて戦いやすくなった。ここは最後の方確かね全員出てきたと思うんだよな。気のせい、気のせいかも気のせいかも、すいません。なんか勢ぞろいしたような気もするんだけどね。とまだ必殺もね残したまんまなんで使っていこう。敵が硬いっていうかあれだな、多分俺の武器が弱いんだ、うん、おそらくっていうかもう間違いなく体験版の攻撃力だから武器は弱い、めちゃめちゃ弱い。危ない、ああそれね、あっぶね、ちょっと待って、なんかこれ変なとこにいるよ、これ変なとこにいるよ。まああと2発で終わるかな。カースガノンの技を使ってくる。じゃあでまあサブ
クエはね全然やってない、まだ俺ね。サブクエはいまいちやっておりません。多分サブクエとかをねどんどんやっていくと強くなってくると思うんだよな。あべ、あれもジャストいけるんだ。 HP もねまだねこれぐらいなんでもっと上がるはず。うん、2列にちょうどなるんですか。2列ぐらいにはなると、あっ嘘、まあしゃあないしゃあない、もうちょっとです。あっやっちゃった。あ、回復ない。やばい。やべ。そう。よし。これでスマッシュ入れるでしょ。で必殺技で、ああ無理か。必殺技じゃあちょっと締めれないな。うわ、ぶね。超ギリギリでもなんとかちょっと減って、よしよし、いけ、逃げろ逃げろ。ああなんだ、ヘッドショットした。はいはいはい、ちょっとチャンスになって、よっしゃ、あと2回だな、あと1回、あと1回チャンスタイムが来たら終わりだ。あはい、ちょっとやり直しで倒します。いけるっしょ、いけた、封印、はい、ということで封印をされてその後エンディングという風になります。エンディングの動画は、載せないようにしますね。でまだねちょっといろいろとやることもあるので、今からまたね寝ずに頑張っていきたいと思います。まずはレベル99だな、99にして最強装備とかそういうのも集めていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。